先ほど、明日の現場決まりました。警察署がある方面でした。警察署から5分ぐらいの場所の現場なんです。5分くらい、10分もないか。まあ、5、6分の場所なんですけど、警察に問い合わせたら、やはり土日は、やってはいるんだけど、土日は対応する人がほとんどいないそうです。で、やっぱり、夜とかもいないみたいです。対応する人はほとんど。だから普段日の8時から5時までなら対応してくれる人が確実にいるんだそうです。やっぱ田舎の警察だから、皆さんやっぱ8時に出勤して5時に帰るみたいで、土日は休みみたいだから、週休、まあ、その時間、いない時間帯に行っても対応する人がいないから、結局はやっぱ普段日に来た方がいいよってことになって、よし、明日お昼1時間、1時間で終わんのかな。とりあえず住所と氏名と電話番号は警察の方で控えてくれたから、来る時に電話してくれって言われたので、明日の8時頃警察に電話してお昼に行きましょう。で、おおむね伝えたんですよね。おおむねの流れは。で、とりあえず手ぶらで行くのも何なんだから、書類っていうか、なんか、証拠になるようなものを印刷して持っていくか。まず、ジモティっていう会社はどういう会社なのかっていうのを一つ。で、まあ、それはウィキペディアでちょこっとね、最初の方ちょこっと、こんな会社ですって警察に説明するために。1枚。あとは、まあ、出品されてた商品とか、その取引内容とかですかね。あと、アカウント凍結された後のジモティのやり取りをすべて印刷して。で、PayPay は特に電話で対応して終わっちゃったのでないので、まあ一応 PayPay っていう企業の Wikipedia はちょこっとこのような企業ですよ、1枚。で、あと奥さんの情報ですよね。奥さんが PayPay で送ったから、それの情報を1枚。そんなもんすかね。とりあえず今10時だから、こんなのにただ印刷するだけだから、30分もあれば終わると思うんで、ちょちょいのちょいって作っちゃいます。今、プリンターので。よし、作るか。出口はこれ、ジモティ。地域の今を可視化して、人と人の未来をつなぐって、つないだら詐欺にあっちゃったってですよね。地域の今を可視化して、人と人の未来をつなぐって、もう未来は、どうなってんのこれ。今の状況、未来。現実はどうなってんのこれ。未来はいいや。未来は見えない。誰もわからないです。
現実の話をしたいですよね。現実は詐欺に遭ってると思うんですけど、警察の人も何て言ったらいいかな、今この瞬間に地域の中で困ってる人が情報を発信できる、詐欺師も発信できちゃうんですよね、情報を。これね、参っちゃいますよ。今この瞬間に地域の中で助けられる人に情報を届ける。自分っていうの使命は、生活の中で生まれる問題を地域の人同士で補い合える仕組みを作ること。いや、これあれですよね。問題、俺の問題を解決してほしいですよね、地元委員に。地域に存在する情報を隅々まで行き渡らせることだそうですって。いやー、自分困ってるし、問題抱えてるし、地元に何とかしてくださいよって感じですよね、ほんと。経営理念見ると。人と人の未来をつなぐ。未来？どういうことだろう？未来をつなぐ。人と人の未来をつなぐ。いまいちピンとこないなぁ。格安で欲しかったものを入手できる地域の情報掲示板。入手できなかった。お金だけ消えました。欲しかったものを格安で買おうとしたら、お金だけ取られた。ジモティで。利用料、手数料一切不要だから、詐欺の温床になってるんですよね。ヤフーみたいにもう、厳格な基準を作って、もう手数料、利用料みんなバンバン取るべきですよ。だからもうみんな無料だからってやだらめったん詐欺師が温床になっちゃってるんですよ。詐欺師の温床、ジモティはダメだ。この経営方針では広告収入が主だからってほんとスカスカですよね。中身は経営方針で広告収入最優先だから誰でも取引できちゃうんです、ジモティで。ほんと簡単な手続きで売買が取引できるから、ジモティが詐欺に、ね、詐欺師の温床になっちゃってるんですよ。でこんな感じで一切対応してくれませんからね。警察に通報しろ、銀行に通報しろとか、なんか、ジモティ頑張って、なんとかこの問題解決しようとしてますって言っても、ほぼほぼ動いてくれてないです。ただ、相手になんかしてるみたいで、実際は何もやってないですよね、ほぼ。動いて、てくれないでしょ。警察頼ってくれっていうぐらいだから、多分地元では何もやってないでしょ、ほぼほぼ。まず地元を、地元こんなのはいらないな、これでいいや、これしい表記はいらないんだよな。こんな別にいくら売り上げとかあるとか、どこに上場してるとかなんて。何の情報持ってんやろな。あんまり詳しく書いてないんだな、ジモティって。まあ
いや、この一番上の。掲示板って分かりにくいんだよな。いや。この、あ、やべ。いらいらいら。この辺、印刷していくか。適当でいいや、エジモーティーな。あとは何持っていこうかな、警察が分かりやすいような。これか、これか。これだな。これでは分かりにくいが、売ります、あげますの、これでいいか。ここのページでいいか。沖縄で、ここら辺を印刷して。持ってってやるか。こんな、あららら、なんだこれ、なんだこれ。どういうこと、どういうこと。あららら、バグってる。何これ、どういうこと。ダメじゃん、これじゃ。あ、そっか、なるほどね。あれ、おかしいな。いいはずだな。あ、こっか。あ、これでもダメか。そっか、そっか。キャンセル。あれか。エリアキャプチューする、キャプチャーするか。これで大きくなっちゃうかな。印刷できないかな。間違った。印刷で。消して。で、なんだろう、俺、違う、間違って、俺が保存の方してたのか。はい、ちょっとこんな感じで、キャプチャーをマークして、コピーを、コピー。一回保存しちゃうか。ファイルを開いて、あ、じゃあ間違った。こうで。こっちいらないもん。一旦開いて。パソコン遅いなぁ。パソコンが遅い。間違った。印刷はどこだ？画像の編集、回、印刷はどこあんの？印刷でこれ A4 とかじゃなくていいんだよな。半分でいいんだな、大きさ的に。うわー、いけるか？ A4 じゃないな。あれー、なんだろう、違うな。これはなんて、ちょっとサイズはなんだ、A4 の半分ってなんだろう。もういいよ、これ消えて。 A4 の半分、 A4 の半分、A4 の半分。英語か。英語サイズね。英語サイズで、
横向き、横向き印刷。あ、ダメだダメだ。失敗した。いいか。行っちゃった、データが。大丈夫かな。完全にダメだ。インク切れ起こしてるし、向きが全然違うわ。印刷の横じゃなくて縦か。違うな。英語だな。横縦。あー、ちょっと調子悪いな、俺。バカだな、なんかしら。ちょっと今、A4 のコピー用紙なかったので、今コンビニで買ってきました。で、A4 なら、A4 の半分だと、文字が小さいので、読みにくいので、もう A4 でバンバン吸っていきたいと思います。なんか印刷はできるんですけど、色がやばいな。まあいいか。こんな感じでどんどん吸ってっちゃいましょう。これ画像にして印刷してたからダメだったんだ。パソコンの画面を直接印刷するとめっちゃ綺麗に印刷するから、最初の6枚取り直しましょう。できた。1部、2部、3部作。15枚ぐらいで印刷しました。あと、奥さんの情報。あーし。どうやらゲームやるか。ワールドボタックスでも。とりあえず明日、奥さんからちょっとその、ペーペーの情報仕入れて、仕事行って、お昼時間に警察署行ってきます。はい。こんな感じで、うん、やりとりとか、もう全部、これは重要な情報だなっていうのはもうみんな印刷して、証拠として警察署に持ってた方が話は通りやすいですよね。手ぶらで行っても、1から10まで、説明するのもめんどくさいので、もうこんな感じで、メールのやりとり、とかそのやりとり、ジモティとのやりとり、出品者とのやりとり、あとジモティっていうのはどのような企業なのか、あとペイペイの情報、4部作。よし、こんな感じで、明日警察署に行って、お願いしていきましょう。以上。